おはようございます。今日は3月10日です。昨日エントリーしたんですけども、結果的には儲けることはできませんでした。でも法人はこのままいきます。儲けることできなかったんですけども、ゼロラインのおかげでね、結局はプラマイゼロという結果を終わりました。ただ感触は良かったです。昨日と同じトライを今日もしていけるんじゃないかなと思いますので、こちらの方をご覧いただいて解説していきます。まずはこれ日足なんですけども、日足は同じようにね、こういう風に箱を作ってる状態です。ちょっと箱を大きくしますね。で、上に行くか下に行くかの攻め合いなんですけども、次ですね、こんな形になりまして、多少の変更ありますけども、箱はこのように設けております。115円の785ね、そして114円の645です。ここに書いておきますね。114円の645から115円の785ですね。こういうふうに設定しておきます。もう大きくここに書いておきますね。はい、これもサムネイルにします。このまま不透明で背景を黄色、これでいいでしょう。はい、この間でボックスを作っていきます。で、昨日どうだったかっていうと、このロスカットラインを引いてセルの方に行ったんですけども、セルの方にね、まあ要するに上底に当たってましたから、ここに下に行くだろうと思ってやってたわけですよ。そうするとこのヒゲを見ていただくと分かるように、ヒゲのように動いたんですよ。だからゼロ円ライン設定をエントリーしたプラマイゼロのところに置いたんですけども、そのままほっといたらなんか上昇してですね、ロスカット、つまりゼロラインロスカットを食らったんでプラマイゼロですけども、その後こんな形になってるってことだったんですよね。私の方は4時間足見ていただけたら分かるように、そのような結果になりました。だからこの絡んでのブレが多かったですね。この辺りに、この水準に絡んでのブレです。まあですんで、ちょっとね、昨日は気持ちよくズバッと、セルだよとかね、ブレイクアウトだよってどっちにもならなかったんですよ。一番困った状態ですよね。まあでも、ゼロラインセットのおかげで被害は出ずに済んだということでございます。まあ皆さんもね、最初、まだファンダメンタルがテクニカルに変わる瞬間っていうのはロットを落としながら行った方がいいですからね。わかりませんから。まあ当然言わなくても、昨日みたいな状態だったら、そんなにね、フルロットでいかないと思いますけどもね。普段の3分の1とか5分の1ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。これ昨日言っときゃよかったですね。すいません。じゃあ1時間見ていきますよ。1時間見てみると最も顕著なんですけども、私が想定してたここのゾーン。ね、ここはちょっとね、進まなかったんですよ。ただ昨日の時点での私のエントリーっていうのは、ロスカットラインを引いて、そのリスクラード 3.1 以上のところに、すいません。3.以上のところに、まあ目標値を置いてましたんでね。例えば私の目標値なんて貪欲にここなんですよ。ですんで、ロスカットラインすごく広く取りました。3.1 なんで。まあ昨日は 4.1 ぐらいになりましたけどね。おかげさんで、いずれもロスカットラインにかからないまんま、こちらのヒゲ先を求めることができたんですよね。で、ヒゲ先に行った瞬間に、プラマイゼロのところに、ロスカットラインを戻しましたんで、ヒゲが逆回転して、ここにぶつかってゼロになるまで、被害なしということでございます。で、昨日の設定値よりちょっと上の方にありましたんで、今日は改めてね、この、上底と下底を先ほど修正したように設けまして、こっから、まずはセルで入っていきますけども、そのセルがロスカットされて、ブレイクアウトの方に向かったら、改めてブレイクアウト方面で、バイの方でね、エントリーをし直そうと思います。ということで、先日と昨日と同じような、大体戦略ですね。まあ、これを繰り返していけば、確実に、まあ、ブレイクアウトの方で取れるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとわかりませんね。さあ、今日と明日、木金で、ファンダメンタルが積み重なった上のテクニカルというものを攻略することができるんじゃないかなと思います。私もこの瞬間から非常にね、楽しみですね。ファンダメンタルが積み重なったものを、今度テクニカルで解釈して勝つみたいな。私としては勝つときも負けるときもテクニカルで勝ってテクニカルで負けたいんですよ。ファンダメンタルズで勝っても全く次に繋がらないし、ファンダメンタルズで負けたら繋がらないばかりか金まで損するみたいな感じでね、めったくそうになりますんで、ファンダメンタルズは、本当にね、嫌だなと思ってます。それでは、引き続きよろしくお願いします。